はい、どうも、アタックチャンネルです。自分はですね、東京の蒲田の西口商店街でお店やってる人ですよ。もちろんね、カードショップなんで、カードショップ。一応ね、プラモデルなんかも扱ってるね、ちょっとおもちゃ屋さんみたいな感じのお店です。でね、ポケモンカード。これね、ちょっと最近、今日遊んだけどね、ちょっとね、地元のキッズ、中学生ぐらいかな、高校生ぐらいかな、わかんないけど、地元のキッズと遊びましたけど、ポケモンカードね、やっぱね、もう相当なおっさんなんで俺、やっぱオンラインで遊ぶしかないんですよ。なんかね、カードショップ行くのちょっと気が引けちゃってね、カードゲームバーとかね、コロナ落ち着いたら行ってみようかな。もう結構ね、ポケカに関してはね、結構熱量があるんですけど、今回開封なんですけど、見てください、これ。ダークネスアブレイズ。これが、日本でいうところの爆熱ウォーカーと無限ゾーンが混ざってるようなパックなんですけど、これが36パック、これね、最近課金したんですよ。で、今回開封動画なんですけど、この36パックはちょっとまた後にして、ちょっとね、オンラインで、対戦で得たね、報酬パックから、どんどんこれ全部ずーっと開封していくんだよ。おっと、ほっぺスリスリピカチュウ、来た。さあ、どうだ。おー、よし、いいね。ホップスリスリ作ろうかな。やった。はいはい。やった。ちょっと今のは嬉しい、マジで。さあ、ミラクルツイン。アンフィエード、なんとか。もう読めなかった、今。ちょっとね、タイトル違うんだよね、英語と日本語。さあ、白竜。俺、海竜好きなんだけど。なんだこれ。ね、よくわかんない。使ってるかどうか。この白竜どうだろうな。ちょ、帰りを使うときには使うかな、みたいな。はい、これ最近ですね。ソード&シールド。ちょっとストリンダ VMAX が欲しいですね。VMAX 声、ストリンダ。やっぱね、ストリンダがあれ、ギターとかベースがモチーフの。お、このニャースはいいんじゃないですか。ニャース使わないね。結局三神だもんね。こいつも一応、あ、そっか。このガラルのニアイキングになると、鋼ポケモンの火力を上げるっていうのがあるんだけど、これが、新しい新スタンダー、これを使うことがあるかもしれないですね。この石炭山だっけ。エネルギー加速要因としてね。ただ溶接鋼が残ってるからな。炎タイプだったらまだ溶接鋼で頑張れる。さあ、36パック。これね、このオンライン上で欲しいのはやっぱクロバットっすよね。クロバットが欲しい。もう速攻デッキで入るからね。クロバットはね。だと結構ね、ふんよりつきつい。ああ、カモネギ、持ってる。ネギがないと持ってるんです。持ってるっていうか、スタートデッキに入ってるんですよね。500、オンライン上で買えるスタートデッキに。ああ、そう、スワンナもね、ちょっと最近組んだんで、持ってるんですよ。ちょっと、もう持ってるのが出すぎ。やばい。やばいよ。はい。これ、下持ってたかな。使うか。でもこれはこれでね、やっぱ悪タイプで、無限ダイナがね、効果がダイナミックで派手だから、無限ゾーンがね、そっちにみんな行きたがるんだけど、オーロンゲも強いから。ね、やっぱでも、無限ダイナはね、一応ソーダ&シールドのストーリー上ボスキャラだしね、使いたくなる気持ちはわかるんだけど、オーロンゲも頑張れ。おっと、マットパーティー。そして、パワフルエナジーがなんと被る。被ってからの、パワフルエナジー使うかな。無色ポケモンとかだったら使う。無色エナジーを要求するデッキなら使うね。パワフルエナジーありかもな。でもな、ダブル無色を要求するポケモンだったらね、パワフルよりもツインエネルギーが先だもんね。クロバット出んのかな。出てほしいな。一応、リアルだとね、クロバットが出たので、しかも SR で。ちょっと過去動画に上がってますけど。ちょっとね。頼むよ。なんか出ろよ。こうある日光った。スイカ。さあ。なんか。あれなんか A 違くない子だったっけ。そう、毎回ちょいちょい A 違うんだよね。でもどちらにせよね、年末のハイクラスパックでね、違いも多分、おっと、もうオーロンゲ作れって言われてるこれ。
オーロンゲ作るか。ちょっとオーロンゲ作りますかね。これがトレード材料として生きるかっつうと結構微妙じゃん。作った方がいいんじゃないかなっていう感じはしますね。なるほど。オーロンゲのがちょっとペアで出たと。VMAX と。これなぁ。まあ強いんですよ、これ。でもな、鋼ってザシアンに枠取られ、もうザシアンが人気だからさ。まあね、ザシアンは表紙のポケモンだし、剣盾の。そう簡単にね、人気が落ちてもらっては困るんだけども。まあ、あれは、なんだ、マッキョ、ガラルマッキョに関しては、トレード材料になればいいかな、みたいな感じで。さあ、もうマットパーティー組めそうだね、ちょっと。そうか、マットパーティーって、低レアリティで構成されているから、組めちゃうね。ああ、でもあれが必要だな、サポートの、ギター持ってる女の子。モンスター捨てて、その捨てた枚数かける3枚ドローっていう。あれでマットパーティーを捨てながらドロー。まあ、スタンダードね。エクストラだとバトルコンプレッサーで落とせるんで。そうか、このパック向いてればマットパーティーが組めちゃうんだな。マットパーティー組めちゃいそうですね。で、余ればトレードに流せば、マットパーティーのパーツっていうのは結構。ネズはいいよ。ヘルガーはいらないよ。ヘルガーどうなのこれ。やけどにする。どうなのよ。ヘルガー。あんま見ないっすね。やけどにしてどうのこうので、おっと来た、これはいいよ。これね、ちょっと一回トレード流しちゃったんですよ。テテフとトレードして、これ失ってたんですけど。やっぱこれがね、先行でこいつクワガノン出して、で先行手張りして、2ターン目からもうグッズロックっていうのはそれだけでも強いからね。あと、そうじゃなくても、あれですよ、あれね。まあ、今、スタン落ち、日本ではしないかもしれないけど、サンダーマウンテンだともう1枚でグッズロック入るからね。で、さらにエレキパワーで、ダメージ加速もたやすいというね。ただ、まあ、スタンから落ちるとは言われてるんだけど、日本多分ね、年一でスタン落ちって、日本は今までそういうことはしてなかったから、日本、国内は、どうなんだろうね。でもね、世界大会とかを見たらね、それに合わせて、やっぱ、世界基準に合わせていかないとね、海外ではもうスタン落ち発表されてるんで、それいつになんだろうなぁ。っていうのは、今、軽くドサイドン流しましたけどね、ごめんなさい。ドサイドンも、おっと、もう、オーロンゲ作るのか、これは。オーロンゲ作るしかないですね、これは。でも、同じカードか、そっか。同じカード被ってくるんだね。オンラインだと、普通にこれ確率なんだね。もう1パック、そのワンボックスのレートみたいのはなくて、もうワンパックごとに。ってことは、これ運が良ければ、高レアリティがいっぱい出るってことは、あり得るってことだよね。さあ、おっと、これはリアルでもこれが出たぞ。これでもボーマンダーは強いんだよね、結構。強いんで、しかも SR だからトレード材料として回りそうですね。で、これでオーロンゲ2枚とかとトレードしてもらえれば、欲張って3枚とかとトレードしてもらえればね。てか、クロバットは1枚欲しいよ。1枚あればいいんだよ、別に。あのね、無限大な組もうと思ったらね、結構。普通にほら、汎用で1枚とか、入るじゃないですか、汎用カードとして。そういう感じでいいんで欲しいんですけど。ただエクリグだとシェイムの方が優先順位高いからな。シェイムはね、回収ネットで戻せるからね。もうめちゃめちゃ反動は充実するんですよ、エクリグでシェイム回すと。おっと、ローズはまあ VMAX に寄せるとね、ある。まあ、最近発売されたね、ピカチュウ VMAX ローズ、ローズ軸っていうね、ローズ型ピカチュウ VMAX みたいな。ただ言うてね、ジュナイパーされると終わるけどね、ジュナイパーになる前にぶっ殺すみたいなね、そういう構成なのかな。
あんま VVMAX に振ると地内パワー対策も考えないといけないっていうところでね。そこは、おっと、丸役でか。これは割とね、ピン積みで生きたりするんだよね、炎デッキでね。っていうのも、相手のエネルギーカードをディスカードできるっていうのが、これによってね、序盤からこれ仕掛けると相手が、ニエネ起動の相手とかがね、大きく遅れを取るっていうことがあり得るんで。丸役では悪くないな。ただ、クロバットだな。っていうか、あー、リザードン来た。これ来ちゃうと VMAX 欲しくなる。あー、これそうだね。リザードンもあった。リザードンもね、俺、ね、VMAX めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。巨大 MAX の姿。まあね。よく言えばね、メガ進化は好きだったんだけどね。ちょっと剣盾ではメガ進化採用されてない。でも巨大マックスのリザードもかっこいいよね。まあ、黒い、メガ進化 X の方も好きなんだけどね。ポッケンとかやってる時はね、もうその姿を堪能できるんですけど。それでヌルヌル動くからね。おっと、終わっちゃった？終わっちゃったか。これで全部だ。全部向いたわ。ってことは、オーロンゲ作るって言われてる感じですかね。コレクション、カード。これ、新規カードっていう見方はできないんだから。これ、最近、そうか、なんか出たカードのリストアップみたいな。まあ、この辺出ましたよ、と。あ、これ、2枚持ってんだな。VMAX 作りて、リザードン VMAX も作りて。あ、丸役でも悪くないよね。いやこれはまあ、今ね、現状雷デッキ持ってるんで、これはね、本当に強いんで。っていうか、俺最近分かってきたのが、ポケモンカード、高校強いとか言われて、っていうか、高校強いと思ってたんだけど、実際。先行の方が強いっすね。最近先行の方が安定して強いってことに気づいたよ。フレアスターターとかを持ってしても、俺フレアスターター入ってるデッキでも俺先行取るかな。ってぐらい先行強いね。って思った、最近。それ言い過ぎかな。これがね、オーロンゲに、これ、ロックド、ロックされたのが1枚。これトレードできる。22で持ってんだ、今。1枚持ってたんだね。これ、組むしかないか。地味にハッサムを向いてたんだな、過去に。これね、課金とか、イベント報酬で得たカードしかトレードに回せないんだよね。で、ガラルマッキョでしょ？これもトレードに出しちゃうかな。そういう感じですね。で、現状のカードプールで、トレード、どんなトレードができるのかってちょっと見てみると、これちょっとまあ、ツインエナジー、サンダーマウンテンと、そうか、これ見てる皆さん英語見えないもんね。丸役だと1パックなんてね、これちょっと1パックリスク高すぎだろ。これでいいカード出ると限らないし。やっぱ丸役で欲しがってる人いますね。丸役でと2パックっていう。どうこれ。丸役では、でも1枚あると便利なんだけど、2パックと交換ありかな。まあ、こうやって交換して、さらに回していくっていうね。これどうする？ちょっとこれ、視聴者のためにもう2パック回すためにトレードするか。これ丸役でを2パックと交換して、もう2パックいくか。もう2パックいくよ。丸役でまあ、今でもそのリザードンが揃ってないと、その炎デッキ組むなら、その過程でね、一品済みありかなぐらいな感じなんだよ、丸役で。さあ、さらに2パック追加。丸役でお気に入りに捧げて2パック。そう、こういうね、こういう遊びができるわけ、ポケカンオンライン。面白いでしょ？さあ、おお、おっと、これはいいじゃん。これはいいトレードになったぞ、これは。これはいいね。丸役でがオーロンゲンね、オーロンゲン組むかって言ってたオーロンゲンに変わったっていうのはかなりいいでしょ。さあ、引きを。見せろブリザード、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これはいいじゃん。普通に、
うん、あ、全然良かった。マルヤクデがオーロング VMAX に買って、うん、まあ別にレートとかそういうことじゃなくて、あれよ、オーロング、今オーロング V が2枚のオーロング VMAX が3枚だから、あとオーロング2枚、うん、をトレードで手に入れればっていうところでね、うん、ちょっとまたトレード見てみるか。っていう、こういう無限ループがね、結構、今引いたカードで、うまいね。これ何？うわ、これはないでしょ、ちょっと。まあ、わかるよ。気持ちはわかるけど。気持ちはわかるけど、これはないでしょ。ああ、やっぱああ、ちょっと、それはないって。俺は、これはまあ、これね、クワガノンやっぱ人気なんですけど、これ、1パックと交換っていうのは、しかもクワガノンちょっと今って、電気デッキ持ってるから、ここはちょっと譲りたくないかな、みたいな。相当、なんか、クワガノンと1パックっていう要求多いね。それはないでしょうよ。これ1パック、SRO1 パックと交換もないでしょうよ。ねえ。まあ、こういう感じでちょっとね、キリがないんで。まあまあまあ。ということでね、オーロンで組みます。はい。ということでね、開封動画でした。はい。ご視聴ありがとうございました。